三浦さんレフトで。ごめん。あんなに握力とか使ってもらう。マジで。面倒くさいのはあれなんだ。片付けんだよ。片付けは2人休まってる。はい、ボールバックね。はい、ボールバックね。ないのないの。難しいよね、ああいう選定ってさ、やっぱりセンスとかでいいよね。でもプロじゃねえからって、もう開き直るもあるんですよ。知らせいきましょう。でも無名とか言ったよ、その方のやつ。枯れちゃったりしたんで。まあまあね、まあね。だから家のはやんないんだよ。ああ、なるほどね。マンションとかアパートの人はやるけど。いや、難しいよね。個人宅のやつは、本当枯れますよっていう。うちら変わんねえんだから給料。え、師匠さん。はい、ショート。はい、ホスト。よっ。オッケー。はい、ナイスショートね、ホスト。ひどん。はい、ナイスショート。ナイスショートね。はい、ホスト、ホスト、ホスト。ナイスショート。師匠、ほら、家の剪定とか頼むじゃん。庭師に。あ、大体いくらぐらいの？5日ぐらいや。4人ぐらい。1日で4、5万とかある。切るだけやる人がいて、片付けない人いる。頑張れ、頑張れ。安かったけど、どかたくやるの。岩タイプ知ってる？え？岩タイプ。岩タイプ。あ、なんか名前聞いたことある。大丈夫かな？オッケー！ホワイトビラとか、2、3人。新潟とかでしょ？新潟とかでしょ？あの辺に20万とかしてるんですね。そんなすんの？結構選定で、うん、草もあるから。だから、普通の選定屋さんってさ、草刈りしねえんだよ。あ、なるほどね。下田造園とかもさ、草刈りはしねえんだよ。池田園とかやるの？池田園とかも草刈りはしないんだよ、基本的に。めっちゃ強かったっけ。余裕ね、ストップ。ナイスアップ。
沼の中でちょっと寝たんじゃない。サクトーノーナッピあの状態に新聞見たら眠らちてノーナッピーナッピーよっしゃ、これ俺じゃないのナッピーナッピー全部、俺ね、兄さんが買って置いていっちゃったんですよ。あ、ナビちゃん、道具どうしたの？景品置いてた？忘れてた？メール来てた、うん、来てた忘れちゃったんだ。はい、どうなっぺ。これあのマンションが遠いって言うから。あ、サリオレオ。おー、ちょっとナイライト、ナイライト、ナイライト。いいよいいよ、ロブさんナイライトね。ライト、おばあさんレベル違うじゃん。強すぎだよ。ライライト。失礼失礼。ナイス。